やウルフさん、今度は本物だな。はい、あのチビ誰だ。誰がチビだよ。返事したやつのことだよ。わい、とっくに準備できてるぜ。私もいいぞ。みんなやられるなよ。どういうことだよ。あれは百年中ランタル。本当だとあの闇に。なあリーダー、本当だよ。みんな気をつけろ。
久しぶり。森の番人の剣。おお、久方ぶりだな。クサルハイムの剣。おお、そちらも。毛虫。毛虫っち、クサくれ。でんこりゃ。なあ、どうしてると。昔話をする。僕は。いや、お前ら、はい。それは引っ張られて伸びてん。こんにちは。はいはい。一尾大したこと。みんな、まあ報告については。そうそう。サルハイ。とぼけるなよ。よしや、マンボ。スッパー。はいはい。話戻る。それじゃあこうして。お気をつけ。じゃあな。俺とデブゴンは先に行くぞ。それじゃあ。そうだね。モモ。着いた。ナイルはこの先。ああ、本当に絵のような風景だ。さすがウザートの暖かな風。風の中で優雅に揺らめいている。ジョシア、あんた気持ち悪すぎるんだよ。本当のこと言ってるだけなのに。いきなり飛びつくなよ。こんな妹いいな。ジョシアはワインを羨ましがってるのか。お兄ちゃん、今日は少し遅いね。ああ、いいの。それじゃ帰りましょう。こんな妹。何何、ナイル、こっち。ジョシュア兄さんだ。そうだ、そっかん。ジョシュア兄さんがお城の窓。それは早く。ナイル楽しみです。ほら、ナイルが。ジョシュア、わかった。それ、こんにちは。うざーとの温かな。お、ジョシュア。そうだった。そんなことありません。ナイル、いつも伝説。小さい頃、お母さん。シーラット。それは高貴な人魚族の物語で、人魚たちはクラゲをシーラットと呼ぶらしい。私たちの言葉で言うと、海中の光源。私たちが見る海面の下では、たくさんのシーラットが息づき、海の中にいる大小さまざまなシーラットは、生まれた時に共通の意識が存在する。彼らは最も深い海の底で生まれ、
天空を目標とし、